しい。お客さんがたくさんいるわね。やっぱり大会を開くと違うわね。それでは決勝戦を始めます。レディーファイト！キャー！どうしたのよ？ヨガちゃん、トイレに行きたくなったの。まったく、早く行ってきなさい。あ、ヨガさんが絶叫した隙に超必殺技を入れてくるなんて卑怯ですわ。気を抜く人が悪いんだよね、ベベさん。ワンワン、盛り上がってるね。リョーナちゃん、トイレから戻ってきました。え、まさか。あなたもしかしてトイレで緑色の液体を触った？うん、ハンドソープが切れてたから棚から出して使ったよ。オーマイガー！この弾があればなんとかなるわ。だけど
私一人でやるのはちょっと難しいかな。誰かの手伝いがないと。ねえあなた、ちょっと話を聞いてくれる？あの子たちは人の心を失いつつあるの。このままだと本物の動物になっちゃうわ。まずはじっくり話をして記憶を刺激しないと。で、人の心を取り戻してきたら、この球はピーチボールっていうの。程よい振動を与えると特殊なミストを出してあの子たちの体を元に戻すことができるわ。というわけで、あなた手を貸してくれる？え？どうやってピーチボールに程よい振動を与えればいいのかって？そうね、ピンボール台を使えばいいんじゃないかしら。こんなこともあろうかと密かにお店のピンボール台を改造していたの。このお店暇だったしね。さあ、あの子たちをミストが届くピンボール台の上に乗せちゃいましょう。